はい、皆さんこんにちは、しゅんまるです。今回は外食チェーン店でのお店の選び方をランキング形式で発表していきたいと思います。はい、ということで僕の SNS のコメント欄にダイエット中にどのお店のどの料理を頼めばいいですかっていうコメントがよく来るんですね。でやっぱりダイエット中でも友人とかにご飯とかってよく誘われると思うんですけど、正直この店の食べ物やばそうやなとか思う時ってあるじゃないですか。なんとなくでお店選びってできると思うんですけど、ダイエット初心者の方とかだったら全然わかんないと思うんですね。ということで今回はランキング形式でお店選びからお店の料理の選び方まで解説していきたいと思います。それでは本編に行きましょう。レッツゴー。はい、ということで第5位はですね、モスバーガーになります。はい、皆さん大好きモスバーガーです。でですね、第5位のモスバーガー、こちら、どういうものを頼めばいいかですね、説明していきたいと思います。で今回私が目をつけたのはですね、モスバーガーさんの照り焼きチキンバーガー、410円のやつです。はい、でこちらですね、一つあたりのカロリーが307キロカロリー。まあ、そこまで多くもないし、まあそこまで低くもないっていう、まあまあまあな値ですよね。はい、まあまあ食べ応えありそうですよね。そしてですね、まあ気になる PFC バランスなんですけど、タンパク質が 20.1g、脂質が 10.5g、そして炭水化物が 32.8g ということで、まあ脂質はね、まあ大体 10.5g なんで、まあまだ許容範囲かなっていうところですよね。で、いいところはですね、タンパク質が 20.1g 取れるということで、まあ筋トレしてる方なんかはね、すごくタンパク質補給にもなりますし、すごく助かると思います。で、こちら、画像見てもらったらわかる通り、マヨネーズが間に挟まってるんですよね。で、こちらのマヨネーズを取っていただくと、さらに低脂質で食べれるかなっていうふうに思うので、まあダイエット中ね、どうしても食べたいなってなったら、照り焼きチキンバーガーを頼んで、マヨネーズ抜きにしてください。はい、ということで、モスバーガーが第5位にランクインしました。はい、ということで第4位はサブウェイとなりました。はい、皆さんサブウェイって行ったことありますかね。僕は一回学生の頃に岐阜県にスキーに行った時のゲレンデのところにサブウェイがあって、それで一回食べたきりなんですけど、はい、都心の方には多分いっぱいあるのかな。まあ、とりあえずサブウェイとなります。はい、でサブウェイでどんなメニューを頼めばいいかっていうことなんですけど、こちらですね、照り焼きチキン焦がし醤油仕立てっていうのが490円であるみたいなんですけど、で、これが一つあたり346キロカロリーなんですね。はい。で、PFC がタンパク質 19.7 グラム、脂質が 9.9 グラム、炭水化物が 45.5 グラムという風になっていて、まあ、さっきのモスバーガーのチキンバーガーのやつとちょっと似てるんですけど、まあ、若干タンパク質が少なくて脂質も少ないっていう感じで、こちらも結構優秀な、はい、食べ物となっております。サブウェイのポイントなんですけど、好きな野菜を選べるっていうのがすごいいいなっていうので、タンパク質も足りないなって思う場合は、エビとかね、エビタンパク質結構豊富なんで、エビを120円で5匹追加できるシステムとかもあるみたいです。はい、これも結構いいですよね。でも注意点があって、ソースとかを選べるらしいんですけど、ソースにマヨネーズとかシーザードレッシング選べるらしいんですけど、これ脂質結構高くなってしまうんで、僕のおすすめとしてはわさび醤油ソースとかね、うん、こういうのだったら脂質は低くなるんで食べれるんじゃないかなと思って、第4位はサブウェイとなりました。はい、ということで第3位はカフェレストランガストになります。はい、皆さん大好きなガストです。でガストは比較的にヘルシーなメニュー結構多いんですけど、例えばですね、若鶏のグリルガーリックソース599円、こちらですね、一つ651キロカロリーあって、PFC がですね、タンパク質 43.8g、 脂質が 43.1g、 そして炭水化物が 13g、なんですけど、これパッと見脂質えぐいやんって思われがちなんですけど、皮も含まれた値なんですね。まあカロリーもそうなんですけど、でこれは皮さえ外してしまったら高タンパクで低脂質に食べれると思うんですね。はい、ということで、まあこちらも結構おすすめなんですけど、僕が一番いいなと思ったのがマグロのたたきご飯899円のやつなんですけど、こちら、607キロカロリーで、PFC がタンパク質 57g、 そして脂質が 2.1g、そして炭水化物が 84.7g。 まず思うのが、タンパク質 57g を取れんのっていう感じですよね。で脂質が 2.1g ってめちゃめちゃ低いんですね。まあその代わり炭水化物が 84.7g あるんですけど、まあでも筋トレとかしてる方だったら全然糖質ってエネルギーとしてね、筋トレで消費できると思うし、でその分タンパク質も取れるんだったら全然いいじゃんって思うんですよね。まあダイエットしてる方で筋トレしてるんだったら、タンパク質もしっかりここで補給して、運動すれば炭水化物もそこまで気にならないなと思って、ガストは第3位にランクインです。
はい、ということで第2位はすき家になります。すき家はですね、どこにでもあると思うっていうところで、まあ第2位にさせていただきました。で、肝心の、ダイエットメニューなんですけど、こちらですね、すき家の鶏そぼろ丼並盛り390円のやつです。はい、1つあたり、579キロカロリー、そしてタンパク質が31グラム、脂質が 11.9グラム で、炭水化物が 86.9グラム と、かなりバランスがいいですよね。まあタンパク質も 30グラム を超えていて、で脂質も 11.9グラム、まあやや 10グラム 超えてますけど、まあそこまで気になる値ではないですよね。で、炭水化物は 86.9グラム と、まあ筋トレをしている方だったら全然問題ないっていう値ですよね。まあこちらなぜ2位にしたかっていうとですね、まあこれは僕の独断と偏見なんですけど、めちゃくちゃ美味しいんですよね。まあこれはダイエット中に食べれるものじゃないと思うんですよ。それぐらい美味しいんで、すごくおすすめです。家にいた時に、まあなんか家で料理作るのめんどくさいなと思ったら、すき家さんの、はい、鶏そぼろ丼を、まあ、ウーバーイーツで頼むっていうのね、はい、すごくおすすめなんで、こちら食べたことない方はぜひ食べてみてください。はい、ということで第1位は浜寿司とさせていただきます。はい、でですね、まあ浜寿司なんで1位なんて思われる前に、まああのスシローとか、くら寿司さんとか、まあたくさんあの寿司チェーン店ってあると思うんですけど、いくつか選ばせてもらった理由がありますので、紹介していきます。はい、まずはですね、カロリー計算ができるというところですね。はい、あのメニュー表のところにこうタッチしていくと、あの何がどれだけ入っているかっていうのがわかるんですね。なので自分が食べたい分だけ食べれるというところで、調節ができるってところがすごくダイエット中にいいんじゃないかというところですね。で、2つ目なんですけど、2つ目はシャリハーフができるというところですね。で、やっぱダイエット中ってあの糖質とかすごく気になると思うんで、まあ、これシャリハーフができることによって、糖質をある程度調節できるというところがすごいダイエット中にいいんじゃないかというところですね。で、このシャリハーフが選べるメニューとしては60種類以上の握りメニューで利用できるらしいんで、糖質制限中にもお寿司を楽しめるというところでめちゃくちゃいいと思います。で、3つ目なんですけど、意外と PFC バランスがいいというところですね。基本的に寿司っていうのはご飯の上にタンパク質が乗ってるっていう風に考えてもらっていいです。で、まあプラス、まあ脂質がある程度入っていたとしても、魚の脂質ってすごく体にいいので、オメガ3脂肪酸であったり、結構良質な脂質が含まれているので、そこまで悪い脂質じゃないです。ただ注意点があって、天ぷら寿司とか、まあ、そういうちょっとジャンキーな寿司に関してはこれは当てはまらないので、その辺は注意してください。ということで、カロリー計算ができる、シャリハーフができる、そして PFC 的に優れている、この3点から第1位は浜寿司さんとさせていただきます。はい、皆さんいかがだったでしょうか。外食チェーン店のメニューの紹介、およびお店舗の紹介ですね。はい、させていただきました。はい、皆さんあのどうでしたか。1位から5位、まあだいぶ独断と偏見で選ばせてもらって、まあなんかちょっとちょっとそれはないんじゃないみたいな感じで、あの思われるかもしれないんですけど、はい、まあ参考程度に、感じてもらったらなと思いますので、はい、ぜひね、あの外食チェーン店のお店選びするんだったら、この動画を参考にしてください。以上です。最後までご視聴ありがとうございました。またの動画で会いましょう。バイバイ。